皆さん、こんばんは。こんばんは。今週も始まりました、スマッパグループオーパストチャンネル。ですね、何言おうとしたんだっけ。まあね、今週もね、30分皆様お付き合いください。よろしくお願いします。まずはね、先週の、反響とかもね、いろいろ聞きたいんですけれども、まずはタイトルコールの方ね、はい、行きたいと思います。それではクラブオーパストのオーシャンズ13。ですね、まずはね、初めての初見の方もいると思うので自己紹介の方させていただきたいと思います。クラブオーパストプロデューサーの宮本です。いや、続きましてタイのジョージ・クリーニー・バロンです。おはようございます。カミカミやないですか。ちょっと噛んだね。カミカミ。そして、今回も MC 務めさせていただきます、成瀬です。ですね、そしてですね、今回は、なんとゲストの方をね、一人呼んでるので紹介したいと思います。オーパスト副主任カイトです。いいね。どうもカイトです。ちょっとこれ大丈夫ですか。性的にケツ持ち連れてきたわけじゃないですね。そんなんじゃない。大丈夫ですかこれ。出ていい、出ていい、大丈夫。何かけます。大丈夫大丈夫大丈夫。あ、サングラスかけた方がいいですか。俺ね、今日すごい皆さんコメントくれてるんですけど、こっち側に全然反映されてなかったんで、今日コメントないから誰も見てくれてないんだなと思って一人だけドキドキしました。そしたらね、もうめちゃめちゃみんな来てくれてね、ありがとうございます。本当にそれはね、やっぱり2回目なので、まず、オーパストのね、お店のコンセプトもコンセプトも、説明してもらいたいと思います。はい。クラブオーパストは、大人かっこいい、男を目指し、毎日こう厳しく、そしてお客様に楽しんでもらえるような店作りを、目指して日々頑張ってます。イエーイ。はい。てな感じでね、はい、てな感じで、じゃあね、自己紹介もまだできてないと思うので、乾杯。あ、まずは乾杯しますか。乾杯しましょう。そうですね。まずは皆さんグラスをお持ちでしたら、皆さんで乾杯。なんだこの微妙な感じは。いいのいいの。まあね、乾杯したいと思います。じゃあまずカイト君が来てくれたんで、ちょっと一言言って乾杯しましょう。オーバーストすげえいい店なんで、ぜひぜひ一回足運んでください。乾杯。めっちゃ緊張してるやん。やーい。そしてね、こっちのコメント欄にはね、全然習得されないっていう。あ、やっときた。まあ、じゃあね、まあ、2回目ですけども、ね、まだね、全然慣れてないので、今日も小次郎はいるの。今日もね、いないよね。小次郎いないです。小次郎はもう巌流島で倒したんで、もう出てこない。ちょっといたら、ちょっと出てほしいぐらい。あ、逆にね、対決しちゃうから、はいはい、切っちゃうからね。強いからね。そうですね。じゃあ、あれですね、まずカイトのね、カイトがどんな子なのか、ちょっとね、ムサシさんとバルダンから、じゃあ俺から印象お願いします。うん。こちらにいるカイトはですね、オーパスの副主任なんですけど、ホスト始めて出て1年半ぐらい、1年半ぐらいで、もう副主任の座まで上り詰めて、グループのナンバーとかも常連で入ってるよう、ね、入るようになりました。うん、すごくね、男気あって、いいホストです。多分ね、ホストクラブじゃなくても、友達として会っても、こう、なんていうの、親友になれたかなと思うぐらいのいい男です。確かに。泣くなよ。
いやー、すごいいいコメント今。じゃあ、バノさんからね。最初会った時はね、まあ、タメだと思えないぐらいの変なオーラがあって、なんだろうね、よくよく聞いたら、元漁師ですね。漁師やってて、で、今、コースありますみたいになって、それで1年半か。はいはい。超えられました。抜かれちゃった抜かれちゃった言っても、うちのカイトは、もともと漁師ね、うん、そうですね、漁師をやってて、初めてホストクラブ潜水艦オーパストに来てくれて潜水艦あ、じゃあ潜水士ね、海猿、海猿です、海猿だね、うん、人の命をね、救命してたんですけども、うん、漁師ってそうなんですよ、こう見えて漁師で釣ってる釣ってる釣ってるんですよ潜水士なんて潜ってんすけどね、僕まあね、それでホストクラブでね、もうホスト初めてなのにここまで上り詰めるのはね、やっぱすごいと思いますよ、本当に、うん、まあね、その教えてくれたのもやっぱりプロデューサーの、まあ僕の力でしょうね、まあ、全て僕の力でしょうね次行きたいと思いますはい、行きましょう行きましょう、まあね、あれですね、言ってもですよ、言ってもなんかコメントがね、これ出ないわ前行きます、あ、そうなんですよ、いや、その前にですね、言っても今、地球の裏側では、ブラジルで、ワールドカップでめちゃめちゃお祭り騒ぎで ね、盛り上がっていると思いますが、なんと、ここ日本、歌舞伎町でも今夜、6月14日、そして明日、15日お祭りが起ころうとしてます、お宮本武蔵バースデー、いやこれね、これね、今イエーイなんとですね、まあ、本当の誕生日は、まあ、5月に終わったんですけども、今日は宮本武蔵バースデーということで、みんなでお祝いしたいので、マジかサプライズエースです、おすごい、知らなかった、俺も知らなかった、いや、ほんま全然じゃん、ハッピーバースデー、今回ですね、僕とちょっとひなちゃんっていうことね、カイトとバロンさんにも内緒で、びっくりする顔を見てほしかったんで、サプライズで武蔵さんのね、バースデーをみんなで祝っていただけたら、嬉しいと思って、今回用意したので、マジか、まだ、そうですね、今回ね、武蔵さんに一言もらって、あ、そうね、吹いてもらいたいと思います、全然下なっちゃってる、全然下なっちゃってる、28歳になりました、またいい1年をみんなで過ごせればなと思ってます、ありがとう、イエーイ、おめでとう、おめでとうございます、おめでとう、ありがとう、おめでとうございます、みんなありがとう、びっくりしたな今の、イエーイ、これどうでした、このサプライズ演出、武蔵さん、いや、まさかこの放送2回目でこういうことしてくださると思ってなかったんで、はい、びっくりしたのと、はい、あとこっちに今シャンパンも置いてあるんですけど、今の時間からか僕らはね、はい、一足先にちょっと、はい、ちょっと飲みたいから、皆様からおめでとうのコメントがすごい、ありがとうございます、ありがとう、愛してるよね、それでですね、ちょっとね、シャンパンなんかもね、かっこよく開けたいと思うのですが、ですね、うちのお店ですわで、OK 大丈夫よ、あ、シャンパンコールしてって、ちょっとこの人数だとね、あれなので、本当はですね、やっぱりこう、ドンペリキングの宮本武蔵からしたらドンペリを用意しようと思ったんですが、ですね、うちのお店ではですね、ソムリエがいるので、うちで、ソムリエが厳選したシャンパン、カバというシャンパンをすごいメインで押してまして、今回これでね、乾杯させていただきたいと思います、はい、じゃあちょっと開けてもらって、カイトさんの方にこれ食べていいの、今食べるの武
ムサさん、LINE 許可してないじゃんって嘘本当に送ってくれたかもしれないですよ、ムサさん、おめでとうございますって もう一回やるわもう一回やるわ。カイト大丈夫？いいですか？開けれる。じゃあ、ムサさんね、誕生日おめでとうということで、テレビの前の皆さんも、一緒に行っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。ムサさん、おめでとうございます。ありがとう。イエーイ。見えるかな、うん、それ見えないじゃん今ね、LINE の許可したよ許可してくれましたね。やってください。そうですね、バロンタンほら、今日も来てるよ。バロンタン喋ってない。いやいやいや今、今からだよ。今からバロンさん喋ります。待ってね、みんなね、待って。もうカイトの緊張が半端ない汗が、汗が、ね、緊張しちゃう。はい、オッケーですか？じゃあ、リスナーの方も、もう一度、ムサさんのお祝いということで乾杯させていただきたいと思うので、じゃあ、まあ、今夜、そして明日、バースデーあるんですけども、ね、まあ、ちょっと僕ら早いち早く、はい、ムサさん、おめでとうございます。ありがとう、ありがとう。イエイイエイ。そして、そんなところで、次の話題に行きたいんですけども、一旦、CM の方行きたいと思います。CM です。店長、これの今月の売り上げは？先月はどう？じゃあ去年の今頃は？そっか。オーナー、これ、うん、俺と気が合うな。やるか。ホスト業界随一の独立支援制度。簡単だろ。 BS グループ。ムサさん、おめでとうございます。ありがとうございます。ですね、ムサさんの今日なんといってもね、バースデーですから。ありますからね、今日は。今ね、今やってるからね、今やってますからね。ちなみに、どうですか、こうどんな感じになりそうですか？今年はちょっと僕がナンバー外れてから初のバースデーで、ちょっとこう、どっちかっていうと自分が気張るよりも周りのみんなが応援しろって話ですよね。そうですね、僕らね、この2日間はちょっと頑張らせてもらって、もう死ぬ気で盛り上げたいと思います。うん、ありがとう、ありがとうね。じゃあ、これから、ちょっとうちのね、ソムリエがいるということで、ね、恒例にしていきたいと思います。ソムリエ宮本武蔵の今日のワイン。今日はね、バッチあるんだよ、バッチ。これがソムリエバッチです。バッチ前回忘れたんだよね。前回忘れちゃったので、ソムリエに、ね、なった人はね、やっぱりこういうバッチがもらえると、もらえるので、うん、これが本物のソムリエです。本物のやつね。そうなんです。で、今日のワインは何でしょうか？今日はですね、アップにしてもらえると、こっちで、こっち、はい、お近すぎて見えない。今日はね、今朝か、スペイン対オランダがあったでしょ、ワールドカップで。ありましたね。なんでね、今日ね、ちょっと負けちゃったんですけど、スペインの白ワインを持ちました。イエーイ。このスペインの白ワインは味的にはどういう感じなんですかね？ね、ちょっと今日梅雨もあって湿気もあるし、はいはい、こう雨ジメジメしてるんで、うん、ちょっと爽やかに、なおかつスパイシーに、うん、ちょっと刺激があるようなワインで、
ございます。おソムリエっぽい。ソムリエっぽい。いやソムリエだよ。ソムリエソムリエなんですね。じゃあちょっとあの開けてるところとかもアップでいや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 ってもらったらちょっといいんじゃないですか。いやいやいや開けづらいよ、開けづらいんだよ、開けづらいですか。開けづらいですよ、開けづらい。あれしますね。オランダ勝ちましたね、オランダ。スペインの前だけどね。そうだスペイン、スペインの前。これ演技悪くないですか。このまさかこの悩みダメだね。まあいいよ、なんとか開けます。そうですね、お願いします。カイトさん、はい、ちょっと今のところあのちょっと緊張気味なんですけど、いやもうちょっとなんかビール何杯目ですか今。僕ビール2杯目です、ね、ずっと飲んでる。お店で何杯飲んできました。ずっと飲んでる。3杯飲んでました。ずっと飲んでるやん、ね、ずっと飲んでる。ずっと映ってんの。ずっと映ってる。カイトはね、言ってもね、こんないかつい身なりなのに噛んだ、いやちょっと噛んだ、いかつい身なりなのにね、はい、すごい緊張しいだからね、今日もね、今日もね、すごい緊張してて、いやもう今日汗が止まらないですね、いつも通りだよね。確かに。開けまーす。おー来ました。3、2、3、3、2、1。まあ、音でですね。開いたか開かないか分かんない。本がないから。いやでもね、どういう味でしたっけ。スパイシー、香りがスパイシーだね。スパイシーでフレッシュですね。スパイシーで、どんなポアンジルっていうワインです。ポアンジル、ポアンジル、うん、もしね、スペインのね、よかったら皆様も、うん、ぜひぜひお試しください。結構ね、リーズナブルな価格なんでね、結構これテーブルワインって言うんですけど、食卓とかでも毎日でも飲めるような値段で売ってるんで、ぜひよかったら、今日みたいな夜はね、飲んでほしいと思います。そうですね、湿気ある日は、はい、うん、多分ね、僕だったら、うん、マダイとか結構淡白なお魚とかと合わせると、うん、よりいいかもしれないですね。ソムリエっぽい。ムサイさん、はいはい、ムサイさん、このワインを女の子に例えてくださいっていう。女の子、女の子、有名、どういうこと。女の子の名前、有名な女性とか。いや、女性芸能人でいいんじゃないですか。芸能人、はい、小雪。あれね、分かりづらい。なんかこう、なんかこう、なんていうの、なんていうんだろう、この爽やかな感じプラスこう透明感があるプラスでもちょっと刺激的な魅力を持ってる、あちょっと大人な感じの、そうだね、すげえ分かりやすい、うまいでしょ、はいはい、もうね、古い、古い、すごいコメントで、あの小雪は湿気がないって。別にしょ、コメントそれ。まあまあね、まあ、そうです、小雪ね、いい例えだよね、上手だと思う。小雪さん、ありがとうございます。もう福山風でって。あの今日代表の福山がいないから。あそうだ、福山、ね、それちょっと次回ね、謝ってると思いますよ。そうですね、謝ってると思いますね。これちょっとあれですね、ワイン好きの方はぜひですね、うちのクラブオーパスと、まあ、スマップグループ全体なんですけども、初回でも、ワインの赤白が飲み放題になっているので、ワイン好きの方はぜひぜひ足を運んでください。ありがとうございます。じゃあ、乾杯の、何回もしていいですか、乾杯。そうですね、もう結構うざがられてるかもしれない。もう行きますか。次は乾杯、乾杯。すげえ桃の香りする。わ、すごい桃ですね。匂いがめちゃめちゃいい。これちょっと毎週ワインご紹介していきたいと思ってるんで、ぜひチェックしてくださいね。ね、ぜひぜひ。イベント前に酔いを取られる。確かに。こんなに飲んだよ。勢いをつけてね。ああ、そうですね。行きたいと思うので、ね。あのね、カンペがね、あのね、字が下手すぎて。カイト。全然見えない。カイト初出場、なんでね、こう感想とかどんな感じか、緊張もしながら。まあそうですね。もう一言で言うと、もうとりあえず終始。緊張はしてるんですけど、うん、まあなんか楽しいですね、こういうのも、うん、あんまないからね、あんまりないんで、ね、うん、あんま人前に出るような顔じゃないんで、うん、締め手配だからね。締め手配じゃないじゃん。あ、嘘嘘嘘です。あ、タブレット持ってるお兄ちゃんの LINE どこって。そうなんですよ、ちょっと LINE 今出してなくて、次にはね、出せるようにちょっと。こう経由する。こう経由します。全部で、こうも回って ID をこう交換して、あ
れすればいいんじゃない。確かに確かに、まあ、まあそうですね。あ、忘れてた、これね、甘いのはって入れられて俺忘れてたわ。そうだそうだ、これも定番化させようと思ってるんで、バロンの今日の甘い一言。ついに来ましたか。ついに来ましたよ。全然用意しなかったわ。はい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 、もういいですか、バルタン。今日もね、見ていただいてるリスナーの方に、そうですね、甘い一言、ちょっとアップの方で。おお、外した。オンケオンケ、いきますよ。今夜の星空は綺麗だね。いやあのね、あのね、これはね、バルタ逆に偉い偉いと思う。いやいや、もうびっくりしましたよ。超間違えた今。これ男でもいけるやつだよね。でもね、ほらバルタン、みんなもうすごいってかっこいいとか言ってくれてるよ。もう、あ、本当はかっけえ、かっけえって書いてある。これね、あれですわ、もうレギュラー化ですわ。いらないコーナーですよ、一番このコーナー。バロンコーナーです、ね、みんな多分楽しみに待ってくれる。まあまあ、ちゃんと答えるようにいろいろ考えて、ね、はい、いやいや、いい感じですね。まあでも、言ってもですね、今日、僕らも、これが終わったら宮本武蔵バースデーに、行くので、うん、今回のね、宮本武蔵バースデーのコンセプトとか、うん、ちょっと今日来れない方とかにも、あ、そうですね、教えていただけると。まあ、この番組のタイトルのようにこうオーシャンズっていう、僕オーシャンズイレブンシリーズっていうんですかね、オーシャンズシリーズがすごい好きで、まあ、イタリアっぽい感じとか、こうなんていうの、レオンみたいな男の人たち、ね、まあ、ジョージ・クルニーが主演で出てるんですけど、ブラッド・ピット、マット・デーモン出てて、こう大人かっこいい店を目指してるので、それをテーマに、今回はちょっと内装をカジノっぽく、して、清掃でみんな来てもらってて、僕もちょっと大人っぽくレオンっぽい感じで、昨日買いに行ったよ。昨日はね、それで昨日はね、まあそうだね、かっこよく、一択一択にルーレットも置いてるんで、うん、まあそれで負けて、ゲームでね、負けて一気とかしてもらって、楽しんでもらって、過ごせればな、2日間頑張れればなと思ってます。そうなんですよ、今回、コメントでもいただいたんですけども、ちょっと2日間、今日と明日、初回の方がね、ちょっと入れないので、そこはもう大変申し訳ないです。来週入れます。来週はですね、お店が水曜日からの営業になるので、その時にね、初回で来ていただけたら、今回のバースデーのね、お土産話をそうです、ね、いっぱいしたいと思いますので、もう初回はもうみんなつくんで、全員つきます。ぜひぜひワイン好きの方とか、遊びに来てください。ね、今回の、武蔵さんバースデーの、内装もね、僕らちょっと見させてもらいましたけど、いやすごいですね、すごかったですね。オーシャンズあれあれと一緒ですね、あれあれと一緒のね、本当に皆さんが思ってる、ラスベガスのカジノに行ったような、本当に雰囲気はちょっと間違えるとさ、危ないよね、消えるとこ、間違えるとカジノっぽくしちゃったんで、そうそうそう、裏何々みたいになっちゃってる感ぐらい、ちょっとリアルに、はい、リアルにちょっと再現してみました。そうですね、うん、でも僕びっくりしたのが、武蔵さんがずっとスロットマシンをこう発注したって言ったので、どんなやつが来るのかなと思ってたら、まあ、スロット好きの方は分かると思うんですけど、ジャグラーが来たっていう。ジャグラーはね、ジャグラーかい。2台設置しても設定6です。ぜひね、打ちたい方は古いね、見ていただけると。そうですね、バースデーの、写真とかもね、随時、お店の、ホームページにね、アップしていくと思うので、ね、それを見てね、来ていただけると嬉しいです、うん、ね、カイト君、はい。全然喋ってないな。ね、カイトがもう緊張しすぎて、うん、そうですね、汗だらだらよ、ほんと。いや、もう2回目ある時はもうぜひ喋れるよ。そうだね、そうですね、まだあるから大丈夫。まあ、これからもね、新しい子たちをね、どんどん出したいと思うので、やっぱりね、誰で出してほしいですかね、ね、みんなは
なるべくだったらこうやっぱうちのお店のスタッフを、うん、そうですね、あの方が嬉しいかなと思うけど、グループのね、子たちはね、もうちょっと僕らが若い子たちを出した方がいいじゃない、うん、そうか、もうおさんしかいないじゃないですか、結果、今確かにだってもうまあそうですね、おっさんずサーティもう詰まるやん、確かにみんな若手、若手、そう若手か、若手ですかね、やっぱり二十歳ぐらいの子を出したい方がいいのかね、そうフレッシュなね、そうそうそう、リスナーの方はどうなの、やっぱ若い子の方がいいのか、どうなんですか、弾けてる、弾けてる、弾けてる子、派手な子、見た目がどういう方がいいですか、おじさん好きです、あ、おじさん好きもいるんだ、いや、嬉しい、いや、いいですね、うん、やまだやっていけるわ、多分やぶちょやっていけるもうちょいいけるかもしれない、いける、あ、佐野助、佐野助、あ、すごい、やっぱりね、佐野助はちょっと内勤なんですけども、うん、イケメンですからね、ね、イケメンだよね、うん、ねえ、あの、すごい人気が、佐野助の店長にします、ゲスト内勤、内勤で、あ、でもまあまあ面白いですけどね、うん、面白いからどっちかですね、内勤になってしまった理由がバレるんじゃない、こっちがあんまり面白くない、まあ、いやいや、ちょっと待ってください、あの二人の内勤を褒めてたら一人褒めないと怒る人がいるから、名前載ってますよ、一人一人ね、ひな、ひな書いてあるじゃん、あ、ひなたも知っていただいてる、ひなたがね、こうカンペとかやってくれてるんですよ、いろいろね、そうなんですよ、プロ、もうここのニコ生のプロデューサーみたいなもんですよね、いや、もうすぐ捨てるんだよ、ちゃんと出しといてあげないと、はい、そうなんですよね、理由は教えないですからね確かにね、まあでもね、本当いろんな人をね出して行きたいと思うのね、まあ、まずおっさんたちから攻めて、そうです、だから分かってしまえば、あの、ね、年功序列でね、こう出してってそうそうそう、うん、あの、いつ辞めちゃうか分かんないから、おじさんはそうなんですよ、だからもうおじさんで飽きたときはもう飽きたってはっきり言ってください高根とかどうなんだろう、高根、高根出たくないのかな、あー、どうなんですかね、でも、すみましょう、出してみたいですよね、出してみたい、イケメンですからね、イケメンだからね、33歳ぐらい、そうだね、33歳ぐらい、うん、もう次回ね、次回かな、結果おっさん出すんですよ、結果おっさん出すんですよ、結果おっさん出すんですおっさんやがらでおっさんが出るんですよ、そうですね、結局おっさんでも若手もね、やっぱりちょっと出してね、はい、みんなにね、どんどん知ってもらいたいと思うので出していきましょう、あ、なんか企画もやったらいいんじゃないですか、ね、あ、企画、そうですよね、これからはね、企画がね、どんどん、充実してくればね、そうだね、皆さんも楽しんでもらえると思うので、どういうのやってほしいですかね、確かにやってほしいこととかあったらね、うん、どういうのがいいですか、暴露、暴露、ね、あのね、本当にね、結構本当の暴露出ちゃうんでもう出ないかもしれない人たちいるから、ね、確かに、ね、まあ、言ってもですね、もうね、お時間の方が早い、なくなってきましたので、なんだ とですね、本当に、今日見ていただいたリスナーの方本当にありがとうございました、来週もですね、7時、毎週土曜日7時半から、生放送でやらせてもらうのでよろしくお願いします。この後ですね、僕らはですね、もうプロデューサーのバースデーを盛り上げにお店に、戻るので、今日ね来てくれる方は、ぜひぜひ、またお店でお会いしましょう。ニコ生特典は、そうですね、毎回そうなんですけど、今回もですね、まあ今回もじゃないか、毎回毎回行きましょう、毎回ニコ生特典で、ニコ生を見たと言ってもらえれば、初回の方を1000円の方にさせてもらうので、あ、60分1000円、また G ゲーム、G ゲーム募集してるよ、またねー、また来週、ありがとうございます。